はい、それでは、すみません、開始時間遅れましたが、第3回の2023年日本代表の、活動報告会を始めたいと思います。第1回、第2回とフィジカルだとか、ポゼッション、トランジション周りを中心にやってきましたが、第3回はセットオフェンスやセットディフェンスというところにフォーカスして、コーチ陣からお話しいただきます。じゃあ、早速、振り出しを、ウドさん、よろしくお願いします。はい、コーチ鈴木です。佐藤コーチ、スライド出してもらってもらっていいですか？はい、今日は、活動会の3回目ということで、いよいよというか、これまで、割とですね、チーム全体のコンセプトの作り方とか、トランジション状況の、戦い方の基盤を作るところのお話をしてきましたけども、今日はですね、オフェンス、ディフェンスのそれぞれの局面を詳しくアシスタントコーチ陣に振り返ってもらおうと思っております。最初に、ディフェンスの方から、佐藤コーチと、ゴーリーの、服部コーチの2人に、お話しいただいて、後半は長谷川コーチにオフェンスの話をしてもらいます。はい、では佐藤コーチお願いします。はい、佐藤です。ディフェンスも見てました。アシスタントコーチのです。よろしくお願いします。はい、早速、中身に入っていければとは思うんですけど、これか。はい、第1回に、鈴木ヘッドコーチの方からも、話があった部分ではあるんですけど、まあ、2023年男子日本代表が目指したものというところで、まあ、サプライズ。というテーマを掲げて、世界を驚かす、自分を驚かす、日本ラクロス界を驚かす。で、結果目標として4位以上。で、ラクロスの内容としてはソリッドで、クリエイティブで、パワフルなラクロスというものを掲げてやってきましたが、これの、まあ、実は裏テーマがあるというところで、まず一つ目が、世界トップレベルと、個人として堂々と渡り合える選手を育てることと、もう一つが、まあ、そのために世界トップレベルで常識になっている戦術や戦略をチームとして表現できるようになることという、まあ、この二つが、まあ、裏テーマとしてではあるんですけど、大きなテーマとしてあって、まあ、2023年のまあ日本代表のディフェンスとしても、まあ、ここを一つ基準として、ディフェンスを作ってきました。で、まあ、早速なんですけど、まあ、ディフェンスで目指したものというところで、マンツーマンで世界のトップチームと勝負していくっていうところが、まあ、欠かせない要素だと考えてました。というのも、今のラクロスにおいて、すいません。2018年までの来る日本代表の、まあ、主軸とし、ディフェンスで主軸として使っていたのが、まあ、ゾーンディフェンスというものだったんですけど、まあ、今のトップレベルのラクロスにおいて、まあ、競技レベルが上がってくると、ゾーンディフェンスで戦うのには、まあ、かなり限界があって、まあ、試合の一部、まあ、一つあるタイミングで使うときには有効になったとしても、まあ、ゾーンディフェンス一本で一試合通して戦うっていうのはかなり難しいっていうのが、今の現状です。で、まあ、2018年までにゾーンディフェンスずっとやってきたところから、まずはこのマンツーマンのディフェンスのまあベースをまあ、チームとして、ベースのところから取り組んでいく必要がありました。で、特にこの中でキーになってくるのが、まあ、マンツーマンというところで、ワンワンでの勝負っていうのが、まあ、かなりキーになってくるんですけど、ワンワンでどれだけ相手のオンボールに対して限定をかけられるかというところが、マンツーマンディフェンスの、まあ、天井を決めると言っても過言ではないと思っていて、特にこのワンワンの部分、について、取り組んできた部分ではあります。で、まあ、これは実現するために、もう一番最初ですね、スライドは飛ぶことのない状態で、ディフェンス6対6だったり、試合、スクリメッチを反復することで、まあ、ワンオンワン、一人だけで守りきる意識をまず、すり込むことから始めました。で、続いて、オフボールで対面を離さない、大きく離さないことの意識づけと、まあ、フィジカル、まあ、ストレングス、アジリティ、フットワークのまあ向上というところに取り組んできました。で、まあ、それぞれ話すと、まあ、まず一つ目のところが、まあ、
もう本当にこの日本代表の活動が始まった、まあ、この活動自体は2023年からですけど、まあ、2019年の、全国強化指定選手のディベロップメントスクワットが、始まったタイミングで、まあ、マンツーマンのディフェンスをしようというとなると、まあ、まずスライドは極端に浮いて、ワンオンワンも一人で守るというよりかは、まあ、スライド飛ばすことありきのディフェンスをするところが、まあ、日本代表のディフェンスの、まあ、スタート地点だったということもあって、まあ、ワンワンでの能力の天井を底上げするためにも、まずは本当にスライドが飛ぶことのない状態でのディフェンスの反復をしてきました。で、それと同時に、オフボールでトイミを大きく離さないことの意識づけっていうところも同時に実践してきて、まあ、どういうことが起きてたかっていうと、まあ、日本ではそれで戦えてる、まだ競技レベルがそこまで高くないレベルだと、戦える、それでも成り立っているところではあるんですけど、オフボールをトイミは大きく離して、オンボールに対してサポートいくような状態が散見されて、このまずオフボールの見方というところを、まあ、修正する必要があり、というのも、まあ、世界トップレベルになると、競技の、まあ、競技性の、まあ、競技レベルも上がって、まあ、簡単にフィールドを通されてしまう。スライドを得たところで、1個2個球を逃がされて、そこからまた、インサイドでのより確率の高いシュートでのフィニッシュに持ってかれてしまうというところがあったので、まずはオフボールのトイメンの見方っていうところから始めてます。で、最後、まあ、フィジカル、まあ、ストレングス、アジリティ、フットワーク。まあ、これはワンオンワン頑張りましたよっていうところで、まあ、取り組むであろうと皆さん思うところであると思うんですけれど、ここは、2019年から2023年の本当に大会期間中までも最後まで取り組んできた部分です。で、特に、まあ、このフィジカル能力を求められるのが、ディフェンスのプレイヤーにおいて、まあ、ショートスティックディフェンスのポジションを担う選手であって、まあ、代表活動、まあ、一番最初に始まったタイミングからすると、まあ、始まったタイミングでは、特にここのショートディフェンスの、選手の、まあ、能力っていうのが、まあ、あまり人材不足で、欠如している状況だったので、ここのフィジカル、もちろんショートディフェンスだけじゃないんですけど、ロングステックも含めて、ここのフィジカル、ストレングス、アジリティ、フットワークの、まあ、向上というのは最後まで取り組んできた部分ではあります。で、まあ、中長期的なまあ強化活動との関係というところなんですけど、まあ、先ほども話した通り、まあ、ここの2019年のディベロップメントスクワットっていうのが、まあ、一つの、まあ、今回のフル代表のまあ、礎、まあ、さらに遡るとこの U22 の2017年のアスパックに出場したまあ U22 の活動から始まるんですけど、このディベロップメントスクワットのところから始まっていて、もう本当そこでは、一番最初はもう本当にワンオンワンディフェンスというところで、ひたすらフットワークの練習だったりとか、接点の練習だったりとか、もうかなりブレイクダウンした練習を中心に取り組んできて、組織ディフェンスだったりそういったところについては、ほとんど取り組まないようなところから始まってきました。で、まあ、6-on-6だったり、まあ、試合の状況でも、まあ、スライドを全くそもそも作ってもいない状況で、ワンワンと、あとここでヘッジって書いてるんですけど、まあ、アジアイセント、両隣の選手が自分のトイメンにやられない範囲、まあ、ローテーションを、まあ、他の人が引き起こさない範囲で、ボールに対してサポートするっていうところ、もうこの二軸だけで戦ってきていて、2020年の1月ですね、スプリングプレミアっていう大会で、アメリカ代表との、まあ、と試合してるんですけど、まあ、その試合見ていただいたらわかるかと思うんですけども、本当にワンワン1本。で、サポートがあるとしたら、アジェイセントからの、ヘッジだけっていうような、まあ、お世辞にも、レベルの高いとは言えないところから始めています。です。ディベロップメントスクワットに続いて、まあ、アンダー19、アンダー20からアンダー21での活動で、まあ、ここからまあ、ワンワンディフェンスから拡張させて、ツーマンゲームを主体として、オフボールの能力にも、ここから取り組んできました。で、まあ、ツーマンゲームだったり、まあ、ツーオーワンのディフェンス、を中心に取り組んできて、ここでの、
オフボールのサポート能力っていうところを伸ばしてきて、まあ、6-on-6も2-on-2と、まあ、2-on-1の、まあ、集積、2-on-1 がまあ何個も積み重なった形であるっていうところから、まあ、6-on-6を積み上げ、作り上げるっていうような形で、ここを発展させていき、まあ、1-on-1を基軸として、最終的にこのフル代表のディフェンスを、仕立て上げたっていうのが、まあ、大まかな流れです。で、ディフェンスのスタイルというところで、まあ、最終的に仕上がったものは、スライドをできるだけ、飛ばさずに守るようなディフェンスを、まあ、我々が、志向していたものです。で、まあ、もちろん、まあ、1-1から、本当に1-1で一人で守り切るというところから始まったっていうところもあり、まあ、始まって、まあ、まあ、過去積み上げてきたものの結果、まあ、持てるリソースからこうなったっていうところももちろんありますが、まあ、個人としても、まあ、スライドをできるだけ飛ばさない、まあ、オフボールが大きく動かないようなディフェンスが、まあ、強いを、まあ、志向するっていうところが、僕個人の志向としてもあったので、まあ、最終的にこの形にしかできなかったとも言えるかもしれないですけど、まあ、基本的には、まあ、いいディフェンスとは、まあ、スライドできるだけ飛ばさずに、まあ、守るディフェンスだと、まあ、私個人としては考えています。で、まあ、その中で、まあ、これ実現するために、まあ、重要視される要素としては、1-on-1の能力。で、まあ、さっきヘッジっていう話をしましたけど、自分の対面に戻れる範囲。まあ、これつまり、まあ、2枚目、3枚目がローテーションをしない範囲で、オンボールに対して、まあ、見せる。まあ、カバーして、自分のために戻るっていった、そういう能力を、まあ、ある選手を中心に、代表チームを組成しました。で、ちょっと話を変えて、この後、本日参加してもらってる、服部コーチにも、話していただければとは思うんですけど、まあ、スライド&ローテーションを、まあ、主軸に据えていないディフェンスであったため、ね、非常にペイント、まあ、つまりデンジャー、まあ、シュートを打たれたら入ってしまうエリアの範囲が非常に小さいディフェンスを、やっていたこともあり、まあ、ゴーリーがアウトサイドのシュートや、まあ、角度の薄いシュートで勝負できるセーブ能力を持ち合わせることが、まあ、不可欠だと考えていて、まあ、非常にこのゴーリーというポジションを、まあ、私、ディフェンスコーチとしても、重要視してきたことがあります。で、まあ、詳細に、まあ、ゴーリーに求めたことということで、詳細については服部コーチからこれからお話しいただければと思いますが、まあ、この2点あるんですけど、この2点が私個人として重宝したいというか、合理に求めたいこと、まあ、合理、まあ、として挙げています。で、1つ目が、まあ、計算が立つということで、まあ、これどういうことかというと、まあ、フォームによる不合理性がないって。まあ、説明になってないかもしれないんですけど、まあ、ゴーリーのもう、そもそも、まあ、ゴーリーのそもそものフォーム、まあ、人それぞれあると思うんですけど、クロスの回し方だったりとか、体の下への落とし方、まあ、そういう、まあ、人それぞれフォームで個性はあると思うんですけど、まあ、そのスタイルによって、もう、物理的に届きづらいコースだったりとか、止めづらいシュートっていうものがある合理っていうのは、僕個人としても、個人としてもっていうか、まあ、特に、先ほど説明したスライドをあまり飛ばさないディフェンス、極力飛ばさないようなディフェンスを実現する上でも、私個人として求めていた部分であります。で、まあ、もちろん合理というところなので、まあ、ミスもありますし、100%必ずそのシュート止めろっていうようなことは全くないと思っていますが、ミスによらない、もうフォームによって弱点となるようなコースだったりシュートがある合理っていうのは、まあ、僕が志したディフェンスにおいては、まあ、かなり登用しづらいなと考えていて、まず一番最初にここの計算が立つこと、まあフォームによる不合理性がないということを重要視していました。で、その上で、まあ、限定されたシュートフォームに対して合わせられるって書いたんですけど、もちろん、まあアウトサイドのシュート止めれるに越したことはなく
で、まあ、それができる氷がいいのは確かなんですけど、特にこのショットクロックがない世界大会において、まあ、かなりレベルも上がってくると、まあ、簡単に止めれる、まあ、簡単にターンオーバーにつながるような、イージーなシュートを打ってくるような場面ってなかなか少なくて、かなり際どい部分で打たれるっていうのは正直なところ多くあります。で、結局はそこの際どいシュート、それは距離的にも体勢的にもいろんな要素はあるんですけど、そこの際どさのところをどれだけチーム、ディフェンスとしても制せるかっていうのが、まあ、全体としても課題ではあるんですけど、まあ、そういった状況下でのシュートを、まあ、仮に同じ場所、状況でフリーな状態で打たれたら入っちゃったの仕方ないようなところでも、まあ、ワンオンワンの限定だったりとか、ディフェンスのシュートコースの入り方だったりとか、まあ、そもそもその人のシュートの打ち方の特性上を、まあ、複数のコース、まあ、極端に言えばもう四隅、打ち分けられるようなフォームで打ってない状態のものに対しては、山間ではなく、まあ、あくまでも読むっていうところで、セーブの確率を高められるっていうような合理になってくれることを、まあ、合理には常々求めてきました。で、これ、まあ、どっちかだけでは絶対足んなくて、2番だけだったら、まあ、止めてほしいシュートも止めれないっていう、まあ、だけどビッグセーブも多いっていう、まあ、2枚目合理としては重宝する部分はあるかもしれないですけど、ダメで、まあ、ここの2つの要素がしっかり実現できる合理っていうものを、まあ、2023年の男子代表のディフェンスとしては求めてきました。で、まあ、僕自身、その合理の指導というのは、直接大きくはしてないんですけど、まあ、これらの、まあ、合理に求めたこともここ2つ書いてますけど、を基軸に、まあ、合理、まあ、普段の練習の中だったり、まあ、試合の中で見ていて、合理に足りてないところだったり、まあ、改善してほしいところが、まあ、あるたびに、まあ、服部コーチと相談して、具体的な指導に、当たってもらうというような体制で、合理の指導はしていました。はい。ということで、一旦ちょっとここで話を切り替えて、服部コーチの方から合理での取り組みの詳細についてお話しいただければと思いますので、バトンパスさせてください。はい。アシスタントコーチの服部です。主に合流の方を見てました。よろしくお願いします。ちょっと画面を共有させていただきます。これで今スライド出てますかね。多分出てると思うので、話をさせていただきます。本日なんですけども、まあ、今佐藤コーチが言っていた、まあ、どういう合理を求めているかっていう部分よりかは、どちらかというと、まあ、この1年間の代表活動で、まあ、一体合理何をやってたんだというような話を、まあ、できればいいかなというふうに思っています。ホームの不合理性とかその辺をし出すと、ちょっと長くなってしまうので、そんな話をできればなというふうに思っています。はい。で、まずは、まあ、じゃあその合理、一体どんな要素がありますかっていうところですごい分かりやすいんですけど、簡単にまとめてます。で、一つ目は、まあ、セーブっていう部分で、当たり前なんですけど、セーブ力が高い。まあ、セーブ力が高いといっても、まあ、外のシュートをどれが止めれるか、で、内側の、まあ、近いオフェンスが有利な状況で、まあ、ビッグセーブをどのぐらいできるか、まあ、いろんな要素は、関わりますけども、合理の、まあ、このセーブ力のまあ、高い、低いによって、まあ、ディフェンスの守り方だったり、守るサイズに影響するかなと思っています。で、まあ、これはもちろん、まあ、高いことに越したことはないというふうに思ってます。で、二つ目がコーチングっていうところがあると思ってます。まあ、合理は、まあ、特殊なポジションで、基本的にはクリースの中にいて、まあ、ディフェンスに指示出しだったり、まあ、そういったところをするところが多いかと思いますけども、まあ、これは、まあ、やっぱりディフェンスの完成度っていうところですね。ディフェンスが求めている、ディフェンスが求めているプレーを、まあ、しっかり補助してあげるという意味で、まあ、流す方向だったりだとか、まあ、あとは、どこが怖いのか、実際にディフェンスが求めて、そこのシューター打たせていけないっていうところの、まあ、そういった完成度だったり、
あとは自分のセーブっていうところですね。やっぱり、まあその分かって、ある程度分かっている、場所で、シュートを打たれると、まあそれだけセーブをできる確率ももちろん上がりますので、まあそういったところに影響してるかなというふうに思っています。はい。で、最後3つ目が、まあクリアっていう要素があるかなというふうに思っていて、まあこれはポゼッションのところに、まあ大きくは影響する部分かなと思っています。と、初めに、鈴木ヘッドコーチが前回の時に、オフェンス効率のところ、ポゼッションの数があって、どれだけ点を取れるか、効率を上げながら、まあ、ポゼッションの数を増やしていくのか、減らしていくのか、まあ、そういう話がありましたけども、まあ、しっかりこのクリアっていうところ、まあ、相手のもうポゼッションからボールが離れた後に、まあ、しっかりとオフェンスにつなげれるっていうところに影響するかなという、まあ、この3つの要素があるかなと思っています。で、じゃあ、この代表活動で何を意識は何にフォーカスしましたかっていうところなんですけど、まあ一番フォーカスした要素っていうところはやっぱりセーブの部分かなというふうに思っています。で、じゃあそのセーブにとって、に対してどういった部分で、まあこの活動を通じてやってきたんですかっていうところの1点目が、まずフィジカルというところだと思っています。まあラクロスやっていて、まあゴールやっぱり特殊なポジションで、まあただ単に、やっぱりベンチプレスの重さを上げれるようになったりだとか、スクワットの重さを、まあ、が上がりましたとか、まあそういったところも大事な要素なんですけど、まあそれだけではなくって、まあどれだけ、まあ先ほど言って佐藤コーチの話もちょっとつながる部分あるかと思うんですけど、どれだけ自分の体をこう思うように動かせることができるか、まあ自分の体がどうなっているかというところに、まあ注視して、まあこう、選手と、しっかりとコミュニケーションを取りながらやってたかなと思います。で、そういったところは、やっぱり日本トップレベルの選手っていうところにも、やっぱり伸びしろがあるなというふうには思っていました。で、あと二つ目っていうところが、まあ、シュートだけではないんですけど、練習の質と量というところに、フォーカスをしてたかなというふうに思います。まあ、自分自身も2014年、18年ワールドカップに、まあ、出させていただきつつ、20年ぐらいまでは、DS に入ってたっていうところもあって、やっぱりどうしても代表練習になると、どうしても66とかそういったところが多くて、まあこう、ゴーリーの練習に対してこう、フォーカスされてない時間が多かったりはするんですけど、まあやっぱりゴーリーっていうのは先ほど言ってたようにかなり大事なポジションになるので、まあそこをしっかりと変えていこうというところで、まあ鈴木ヘッドコーチだったり、まあ佐藤コーチだったり、長谷川コーチだったり、まあ皆さんとこう、会話をしながら、まあゴーリーが打たれる、まあシュート、オフェンスが打つシュートの質量っていうところにフォーカスをして練習をしてきたというふうに思っています。まあ、シチュエーションを想定したシュート練習っていうところで、より実践に近いイメージを持つっていうところで、ところと、まあ、その質だけではなくて、実際に、と僕自身が代表に関わっている中でも、こう、量っていうのもかなり、ポジション別の練習なんかで受けてたかなというふうに思っています。はい。そういったところにこだわって、練習、この活動を進めたかなと思っています。で、じゃあ、まあ、それぞれの練習で、どんなことをしてたんですかっていうところを、簡単に少し紹介したいかなというふうに思っています。まあ、ちょっと、まあ、なるべく多く、たくさん紹介したいんですけど、まあ、ちょっと僕に与えられてる時間が10分、15分なので、まあ、そんなにたくさんは紹介できないんですけど、どんなことを意識して、どんな練習をしてたかっていうところを、お伝えできればなというふうに思っています。で、まず一つ目は、そのフィジカルの部分で、で、これは、奥の選手ですね。ちょっと待ってください。まあ、奥の、まあ、これ大島選手なんですけど、でも出てんのかな、多分。大島選手が、まあ、ウォーターバッグを持って、まあ、手前の選手が、まあ、右だったり左っていう指示を出して、それに対して反応して動くっていうような動きをしています。で、動画今動いてると思うんですけど、手を出した方に動かす。で、ここで意識しているところは、まあ、しっかりと体の軸ごと、移動させるということ。まあ、手だけにならないで体を寄せる。これはシュートに対して体を寄せるっていうところに、まあ、通ずるかなっていうような部分になります。で、プラス、ウォーターバッグを持ってるっていうところで、まあ、爆発力っていうところも、まあ、同時に、行っている。まあ、意識して、こう、まあ、体に覚えさせてるみたいなイメージです。で、この練習をした後に、これは、まあ、ゴーリー同士で、他のオフェンスの選手なんかパスなんかをやってたので、ゴーリー同士でやって、ているんですけど、近場で、ゴーリーアップと一緒で、打つ場所が分かった状態で、まあ、シュートを打たれると。
先ほどのこう軸を動かすっていうところを意識して、ゴールアップをするイメージです。なので、まあ、こう、より普通のゴールアップよりも軸をしっかりとボールに寄せるということを意識してやる。まあ、こういうふうに、まあ、一つのフィジカルからゴールアップのところにもこう流れを持って選手にちょっと意識してもらうみたいなところは、まあ、常々意識してたかな、たところかなというふうに思ってます。で、続いて、まあ、瞬発力と書いてますけど、まあ、片方の選手、こう奥の選手が、こう手前の選手にボールを投げて、それに対して反応をするんですけど、まあ、ここは、まあ、しっかりと体を大きく動かす。で、ちょっとこの人なので、タイミングをずらしたりして、しっかりと体の軸を残しながら、ボールが離れた瞬間に、まあ、強く早く動くっていうところを意識してます。なので、先ほどの練習とも通じるところあるんですけど、まあ、こういった、フィジカルを、今動いてますかね、多分。こう、まあ、ちょっと、まあ、遊びの要素というわけではないですけど、入れながら、まあ、実際に選手たちもどんなことをしたいのかとか、話しながら、こういったメニューも考えて、たくさんのメニューやってきたかなと思ってます。で、あとは、まあ、ここも紹介にはなりますが、反応神経系というところで、こう、上から落ちてきているボール、これ、右と左手で、白と黄色を持ってたり、色が違ってたりするんですけど、まあ、落ちてきた白を取るという、まあ、ちょっと神経的なっぽい、まあ、こういったところもやって、こう、ボーリングのところに意識を出せるというようなこともやってました。で、フィジカルの紹介で、これは後ろからバージョンで、まあ、より自分の視界の外から入ってくるので、そこに早く反応するっていうようなところを、こう、試行錯誤しながらやっていました。で、フィジカルの練習は、まあ、これ以外にももちろん、プレイヤーの方と一緒に、シンプルに高めるっていうところもやってましたし、まあ、合理で実際に必要に、まあ、なるであろう要素を、こう、みんなで話しながら、より、こう、向上させていけるようにやってたかなというふうに思ってます。続いて、シュート練習の紹介になりますけど、これは、上のトップの、まあ、ちょうどこう見えないところから、まあ、ロング、まあ、ショート関わらず、ダーッと走ってきて思いっきし、シュートを打って、それをセーブするというような練習です。まあ、これもちろんゴーリーの、まあ、こう、アウトサイドのレンジから打たれるシュートを意識するというところもそうなんですけど、まあ、シューターもしっかりとこの、勢いを殺さずに、まあ、ボールに、シュートの勢いを乗せて打つっていうところを意識しながら、まあ、ゴーリーのための練習だけではなくて、オフェンスのためにも、まあ、いろいろ意識をしながらやってたところかなと思ってます。これ結構近いように見えるんですけど、ある程度の、こう、目安を置いて、まあ、近くなりすぎないように、まあ、合理に関しては、まあ、こう、走ってくるとどうしても、こう、振りかぶられてるのに対して力が入ったりするので、まあ、そうならずに、フラットな形で待ちながら、いい反応するっていうのを意識してやってもらってました。で、あとはゴール前のシュートとかですね。まあ、このゴール前のシュートの練習も、トップの選手から、下の、選手にボールが出て、シュートを受けてると思うんですけど、まあ、ゴーリーの動きを見てもらうと、しっかり最初のパスが出るタイミングで、トップにポジショニングを合わせて、まあ、横にしっかりそこで合わせていいセーブをする。まあ、常に、これよくシュート練習とかだと打たれる位置がこの右下なので、まあ、そこに構えておく人とかも練習でこう、おざらになったりするんですけど、そうならずに、まあ、常にいいポジショニングを取る。で、ボールに対してポジショニングを取るということは、選手の皆さんに意識してやってもらったかなというところになります。はい。で、まあ、これはちょっとハイクリースだったり、クリースのところでのシュートで、まあ、先ほど、大体こう、この右下左下にパイロンが置いてあって、まあ、大体どのぐらいの角度から打たれるというのは分かっていながら、まあ、シュートを受けるってところで、まあ、ここは、こう、相手の動き、状況を見て、ある程度、シュートを限定できるか、限定できると、やっぱりセーブできることにつながるので、そういったところを意識して、シュート練習の入ってもらってました。これも、今と似たような練習です。やっぱり薄いところでのシュートをどれだけ確率高く止めれるかっていうのは大事なので、まあ、そこに対して、まあ、一球一球、こう、反省しながら、やっていたかなというふうに思ってます。はい。
で、五輪に関しては、まあ、先ほど佐藤コーチも言ってましたけど、まあ、一人一人の身体特徴も全然違うので、ある程度選考が行われて4人に絞られた後は、もう個人個人と、まあ、実際体の、まあ、調子だったり、まあ、どういうボールに対して出方を今している感覚があるのかとか、そういったところを、まあ、常に会話しながら、より良い、まあ、セーブができるっていうところを本当にフォーカスしてやってたと思ってます。で、もちろん、先ほど紹介したクリアだったり、コーチングってところは、しっかりと66だったり、実践的な部分で意識をしながらやっていました。で、すみません。僕のところからちょっと長くなってるかな。いや、そんなことない。ちょうど12分半ぐらいなので、いい感じかなと思うんですけど、まあ、最後ちょっとご紹介になります。で、スタッツどんなもんだったのか。これワールドカップでのスタッツで、まあ、上のところが得点失点で、まあ、この下の囲われているところが、まあ、大体ゴールに関する情報なんですけども、まあ、大体プール戦に対し、に関しては、まあ、相手のシュートっていうところの、まあ、精度も低いっていうところもあって、75%。まあ、ここは大島選手、徳松選手合わせた数になりますけども、セーブ率を記録してくれています。やっぱり、まあ、ある程度レベルが少し下がるところに対しては、しっかりといいセーブができるというところと、逆にこのプレイオフ、ドイツ方での勝利、イングランド戦に関しても、まあ、48.6%っていうような水準を保てています。で、方での勝利戦は、まあ、こう40%となっていて、まあ、決して高くない数字のようには見えるんですけども、まあ、実はシュート打たれてるポイントを見ると、1クォーターに、まあ、かなり確率が高く入る位置で、こう 3点、4点決められている中で、この数字を保てているので、まあ、ある程度、デンジャーない、しっかり中に入られたシュートに関しては、やっぱレベルが上がると少しまだまだ、まあ、つい的な部分はあるかもしれないんですけど、アウトサイドのシュートっていうところに対しては、ものすごく、こう、格下だけでなくて、格上だったりっていう選手、国に対しても、まあ、しっかりと日本のゴールの力を証明することができたかなというふうに思ってます。はい。で、最後になります。まあ、総評としては、今言いました通り、まあ、4強にも通じるセーブ力をある一定示すことができたかなというふうに思っています。で、やっぱり全体のから見ると、実際にワールドカップで、私も他国の選手、のスカウティングなんかをする中でも、日本のゴールのレベルの高さっていうところは示すことができたかなというふうに思っています。で、これに関してはこれからの課題みたいなところになるんですけども、やっぱり日本に、まあ普段いる時の練習、やっぱりアメリカの選手、法での勝利の選手だったりは、まあプロのリーグがあって、普段から世界トップレベルのシュートを受けることができてますけども、まあ日本はなかなか、まあクラブチームのトップ層であればある程度は高いですけども、そこから下がってしまうと大きく下がる部分はあると思うので、まあこう普段受けることのできるシュートの質っていうのを、まあどのように向上させるかっていうところは、代表だけではなくて日本全体のこうラクロスのレベルっていうところに関しても、まあこう繋がっていく大事な部分なのかなというふうに感じています。で、あとは、もちろん代表選手はもちろんのこと、まあその他今クラブでやっている、また大学生でやっているような選手も、まあ、各選手が自分の身体特徴っていうのを理解して、まあ、しっかりと成長を続けていけるのか、まあ、ただただやみくもにこう練習をしない、何を今や練習しているのか、そういったところを意識して、まあ、することがすごく大事かなというふうに、まあ、この代表活動を通じて、まあ、私自身はコーチやらせていただくのは本当にこの1年だけなので、なかなか期間も短かったんですけども、こういったことを感じました。はい。と、私のところは、以上になりますので、氷の話から、佐藤コーチのディフェンスの話に戻っていただければなというふうに思います。ありがとうございます。服部コーチ、ありがとうございました。まあ、話をディフェンス全体にここから戻して、戦術面と総評の方に移っていきたいと思いますが、まあ、前半の話のおさらいで、まあ、これまでディフェンスがどうやってきたかということで、ディベロップメントスクワットで、まずワンオンワンとヘッジについて取り組んで、アンダー19
19から21での、ツーマンディフェンス、ツーマンゲームのディフェンスや、2対1のディフェンスでの、拡張を経て、出来上がったのが、フル代表のディフェンスでしたと。で、次からは、具体的に、どういう戦術を使っていったのかというところを話していければと思います。で、まずディフェンスの戦術というところで、セットアップディフェンスからですが、ハーフィールドでのセットアップディフェンスでは、主に3つの戦術を、使用していました。後ほど詳細については、それぞれお話しできればと思いますが、まず1つ目は、比較的オーソドックスな、ノートルダムという名前のもの。で、2つ目が、押し上げの高さを極端に上げて、縦に追い込むように押して、ワンワンディフェンスを守って、早めにスライドを飛ばすことが多い、ホールの承認位置。で、ディフェンスの押し上げを低くして、正体で構えつつ、両サイドからのヘッジをですね、中心として守る、ホールの承認2の、3つを主に、中心に据えてやってきました。もちろん、これ以外に、試合、一番ビハインドの状況で追い上げるのに必要な、ディフェンスとかもありましたが、メインの戦術としてはこの3つでしたと。ゾーンディフェンスは持ってないです。すべて。で、この3つ、すべてニアマンスライドということで、原則が大きく変わるものではないんですけども、ワンワンの高さやアングルの取り方、で、またペイントや、デンジャーですね、とコンタクトゾーンでの、サイズをそれぞれ、設定を変えることで、戦術を使い分けていました。で、主戦術としていたのは、1個目のノートルダムで、これは3月の PLL 戦の前に一度形にしたんですけど、その後、トーナメント方式が発表されて、ホールの承認との対戦、おそらく、ベスト8での対戦が、キーになってくるということが、分かりましたので、そこに焦点を当てて考案したのが、ホールの承認の1、2でしたと。で、もともとこのノートルダムをメイン戦術に据えてたんですけど、本大会では、後ほど説明しますけど、最終的には、ホールの承認の2を使ってるのが、大体6割程度。で、ノートルダムが3割程度。で、特にレベルの高い相手との1点が肝になる場面では、ホールの承認2を使用していました。で、ホールの承認1はあまり、長く使う場面はなかったんですけど、局所的に、タイミングタイミングで使用して、相手の視点を変えるということだったりとか、少ないポゼッション数のうち、1ポゼッション、少ないポゼッション、ショットクロックがないというところで、オフェンスディフェンスの行き来が少ないんですけども、その中の1ポゼッションを、守りきるために、使っていましたと。で、続いて、マンダウンディフェンスなんですけど、使用していたのが、ボックスワン、過去 M ローテーションと、スリーツーゾーンの2つです。で、ボックス、スリーツーゾーンは説明いらないかなとは思いますが、ボックスワンの M ローテーションの方は、スタートの形ボックスワンで、基本スタートはゾーンで守ってるんですけど、早めのローテーションを前提とした形のボックスワンにしていて、そのローテーションの形を、M の形で、ローテーションするっていうものを基本戦術として、採用していました。で、ちょっとマンダウンについては詳細はこの後語らないんですけど、そもそも、レベルが上がってくると、大前提として、マンダウンディフェンスで相手の得点率を下げるっていうことが、極端に難しくなるので、そもそもマンダウンディフェンスの、シチュエーションに、持ち込まないということを、重要視して、そもそもファールをしないということを、マンダウンディフェンスにおいては大事なことだと考えていました。そうですね。そもそも、マンダウンディフェンスのシチュエーションに持ち込まないために、ファールをせずに、ファールをしないような、接点の持ち方の練習だったりとかっていうのに、より時間をかけてきました。で、結果、ホールの承認戦では、一度もマンダウンディフェンスのシチュエーションになることはなかったので、ここは、そうですね、かなり大変だったんですけど、一定のせいか、選手の集中力もあってですけど、あったかなと思ってます。そうですね、マンダウンディフェンスで一番大事なのは、そもそも、マンダウンディフェンスのシチュエーションに持ち込ませないことだと思っています。で、ちょっとここには記載してないんですけど、トランジションディフェンスにおいては、フォーデの承認2、コンパクトな形のディフェンスを、使用して、
セットディフェンスに持ち込むまでにおいては、まずミリーがコンタクトゾーン、15ヤードより下に絞って、その後にチェックアップする。スペースを埋めることを最優先して、それについての、反復練習を、何度か繰り返してきましたと。で、続いて、各セットアップディフェンスの詳細ですが、まずこのノートルダムというところで、これ2023年のノートルダム大学の、起初の時点、1月だったり2月だったりにやっていた試合を見て、この形を採用したものです。で、ガーっていろいろ書いてて、後でかいつまんで説明するんですけど、重要なポイントとして、具体的な話に入る前にですね、代表のディフェンスで、重要視していたポイントとして、ここの、赤の枠で、赤の斜線でですね、覆われたこのエリア、リバーって呼んでたんですけど、ここの抑え方、ここどう抑えるかっていうことを重要視して取り組んできました。で、この言葉自体は残念ながら浸透しきれなかったと思ってるんですけど、私が考えてたこととしてですね、スライドが極力飛ばないで守るために重要だったと、重要であると思ってたのが、ここのリバーのエリアですね。約このコンタクトゾーンと呼ばれる、ここの四角のエリアを、3等分した時の、縦横それぞれ3等分した時の、表部分の両隅に当たるエリアなんですけど、ここでどれだけいい接点を取れるかっていうのを重要な要素として考えていました。で、ここなんで大事かっていうと、ここペイント、扇形の部分で、いわゆるデンジャーと呼ばれるエリアですけど、ここのペイントの一番広がってる部分、ここの、隅の部分だったり、一番膨らんでるこのトップの部分っていうのを、どう抑えるか。っていうところで、扇の頂点と、両隅にですね、入られる直前のエリアで、どれだけ相手を広げられるかっていうのが、スライドが、エリアで、相手を広げることでですね、スライドが不必要に、反応して飛んでしまう場面を含めて、スライドが、飛んでしまう場面を減らすことができると考えていましたと。で、ここのリバーというエリアを、キーに、それぞれの戦術のキーコンセプトについて話していければと思います。いろいろ、で、まずノートルダムというところで、いろいろ書いてるんですけども、時間もないので、黄色ハイライト部分を拾って話すと、まず、キーコンセプトの部分で、1-1は前重心で構えてダッチ際にプッシュを入れると。で、2個目、ミラーとクリースのショーでランコースを膨らませる。で、1、薄い位置からの侵入に相手を限定する。で、2、スライドが必要になるタイミングを遅らせると。です。次、ミラーの対面は縦の高さを保ち、横を上げてショート。で、最後のところ、後で説明するとして、大事にしていたポイントとしては、1-1をある程度広めに構えて、最終的に目的としては、ここの赤隅でいいコンタクトを取ることではあるんですけど、中でもここのリバーの部分にいい形で侵入で、いい接点弾けるように、まずは広いエリアで最初に相手を弾き出すような1-1を、志しました。で、ここで弾き出して、じゃあ、ここのリバーに入るときに、また追いつくときにどうするのかっていうと、1-1、ツーマンゲームだったりとか、1-1のミラー、オフェンスのミラーの選手のトイメンが、高さを下げずに、相手に対して見せて、さらに膨らませると。で、その間に、ミラーの下を通って、ここのリバーの位置でまた追いついて接点を取る。いい形での接点を取るっていうことを重要してました。で、ここからさらに下に入ってくるところについては、スライドが構えると。で、それによって、スライドがそこまで大きくトイメンを離して、構える必要がないような、ディフェンスを実現することができましたと。で、最後のこのミラーがショーできないときは、2または3に切り替えてクリスを押し出すって、何のこっちゃってことか、かもしれないですけど、ミラーのトイメンだったり、ツーマンゲームのトイメンが、早めに例えば、スイープ方向に履けたときに、この人、ここから無理に見せるとかなり不利な、スローバックとかされると不利な局面でのワンワンになってしまうので、そのときには、セカンドだったり、サードの役割で、クリースのトイメンを押し出して、フリースでのショーの範囲を広げるっていうような、ここのミラーのトイメン、ツーマンゲームのトイメンと、クリーススライドの隅明けっていうのをかなり重要視してたのが、ここの、重要視というか、キーにし、
言ってたのが、このノートルダムという主戦術ですと。続いて、これですね。報道の章に1というところで、まあ、押し上げ高くフリースライドっていうふうに書いてます。まあ、全部、フリースライドでは、ニアマンスライドでは間違いないんですけども、フリースライドの比重が大きいよっていう意味でこう書いてるんですけど、まあ、そもそもこの報道の章に1、2っていうのは、まあ、報道の章にと、まあ、対報道の章にということで、まあ、考案した2つの戦術なんですけども、まあ、報道の章にでやる上で、まあ、かなりキーになってくると思っていたことが、ここの黄色のなんかファイヤーって書いてあるんですけど、ここの黄色のエリアでボールを持たせないことを大事になると考えてました。というのも、フォーデの商人の選手が非常にここの薄いアングルからの打ち手でのフィニッシュだったりとか、薄いけど、まあ、横が低くて、まあ、ゴールに近いエリアでのプレーっていうのがまあ非常に得意な選手が多かったので、ここでまあボールを持たせてしまうと、まあ、スライドとの駆け引きの勝負になり、まあ、かなり不利な状況になると考えていました。で、まあ、ここの黄色のエリア、まあ、大体、まあ、このリバーより下のエリアで持たせたくないっていうところがあったんですけど、まあ、もともと使ってたノートルダムだと、まあ、かなりこの S ダッチをある程度許容する、まあ、ここをクリースで抑えるっていうような、戦い方だったので、ただそこでのクリースのスライドでの駆け引きの勝負では、まあ、僕らの連動的にあまり分がないと思ってたので、そもそもそこに入られない、ここに黄色エリアに当たるコンタクトゾーンの真ん中からの侵入をできるだけ抑えられるような、まあ、ディフェンスを作る必要があると思ってできたのが、まあ、放電の勝利の1と2です。放電の勝利は今申し上げた通り、まあ、押し上げ高くクリーススライド早めに飛ばすことで、ノートルダムだったらこのペイントギリギリで飛んでたのをさらに広げて、コンタクトゾーン入ってくるようなタイミングでも早めに飛ばしてしまう。で、そのためにも、ワンワンの仕上げを上げて、ここに侵入するまでの時間と、まあ、向こうの視野を奪う時間を作るっていうようなことを施行したのが、まず施行したのが、放電の商人1ですと。で、一方で、この後また説明しますけど、放電の商人2の方は、そもそもここの、まあ、リバーのエリアに立つことによって、立って、かつ正対に構えることによって、ある程度この両、縦にのみ限定するのではなくて、内側に行くことも許容することで、一番取られたくない、ここのエリアですね、を抑えるということを、狙っていたのが、この放電の商人2です。で、まあ、なんで、放電の商人1、2、まあ、この2つを織り交ぜて、基本的に放電の商人と戦うことを想定していました。で、まあ、法での、まあ、基本的には今説明した通りなんですけど、まあ、キーとなるポイントとしては、この黄色ハイライトで書いてある通り、まあ、まず、ワンワンが可能な限りもできるだけ間合いを詰めて、ワンサイカット、トップフットで、トップフットっていうのは、右上だったら左足ですね。内側の足でしっかり壁を作って、ボトムフット、外側の足を、足というかもう腰なんですけど、腰を開いて、そっちで、縦方向に対して加速できるような状態でのワンサイカットをまずすると。で、リバーカブって書いてあるんですけど、ここのリバーのところの下の方のエリアにおいては、まあ、さっき言ったワンワンのスタンスを取った状態で、守るのは難しいので、スライドがありきの限定のかけ方、まあ、早めのスライドで基本的にここは対応する、できるように、まあ、ワンワンは、まあ、多少後追い気味にもなっていいから限定すると。で、一方で、むしろ頑張ってほしいの、ワンワナーとして頑張って、注力してほしかったのが、ここより下、スライドがちょっと見せたことによってさらに膨らんで、下のエリアから侵入しようとしてきたところは、一人で守れるように、さらにここの上のエリアですね。については、一人で守れるようなワンワンを、まあ、ショートスクリーンスだったり、まあ、ロングでもそうですけど、まあ、表でのワンワンでは、するようにということを注力していました。で、放電の商人2においては、まあ、さっきも説明した通りですけど、内側にアングルを作ってですね、101とアジェセント、両隣のヘッジで守る。で、これってのは、まあ、ある程度、サイドの限定はかけてるんですけど、他のノートルダムだったりとか、放電の商人1と比較すると、侵入され、両側に来る確率が高い、可能性が高いので、まあ、アジェセントのヘッジで基本的に対応すると。で、ツーマンゲームは、
もう低いエリアに来てしまってるので、スイッチ優先で戦っていくっていうことを、はい。まあ、ポイントとして置いてましたと。で、まあ、試合結果、成果というところで、まあ、プール戦は、まあ、0点に近い点数で抑えて勝つという、他の試合とはまあ異なった難しさはあったんですけど、まあ、そこを一旦省いて話すと、特筆すべきは、ここの赤で囲っているこの5試合だと考えてますと。で、まず、総じて取り組んできた 1-1 では、まあ、トップレベルに対しても勝負できるレベルまでに、まあ、至っていると実感しましたと。まあ、イングランドは、まあ、言わずもがななんですけど、まあ、カナダ相手にハーフで6失点を築く結果となってるんですけど、1対1のところではほとんどやられてないどころか、まあ、かなり効果的に抑えることができました。で、一方で、カナダ戦のこの6失点って何かというと、インサイドへのフィールドからの失点がほとんどの割合を占めていて、これっていうのは何かスライドを飛ばそうとして、通されたとかではなく、まあ、本当に、スライド1-1が抜かれてないような場面でのオフボールのちょっとした、外すような動きでフィールドを通されて失点するというような形が非常に多かったですと。で、なんで、これまで日本代表を、まあ、日本での練習で、まあ、日本の、まあ、代表同士での勝負している際では、オフボールの作業量にこだわったりとか、することで、まあ、有効なスライド&ローテーションが実現できてたんですけど、トップレベル相手に、実現するレベルには至ってないと感じて、この大会期間中によりワンオンワンに固執するスタイルを、まあ、取るようになった、まあ、きっかけだったと考えています。で、まあ、スライド&ローテーションを、まあ、活用しづらい状況になり、プール戦では1対1の勝負だけでも、まあ、抑えることができたんですけど、まあ、ほころびが出てき始めたのが、まあ、プレイオフの1戦目のドイツ戦ですと。スローなペースに持ち込まれたことで、試合全体としてもですね、ビハインド、まあ、結構難しい展開だったんですけども、ディフェンスとしても、まあ、スライドが飛んでこないことを承知で、まあ、時間をかけて、まあ、相手のオフェンスが、まあ、しつこく、まあ、インバートで攻めてくることによって、まあ、数点失点しまいましたし、まあ、それ以外でも脅かされる場面が何度かありました。で、まあ、積極的な、まあ、スライド&ローテーションすることができなかったので、まあ、ワンワンの勝負で、ガチンコでやるしかなく、ディフェンス時間も長くなり、かなり、厳しい戦いで、苦しい戦いだったかなと思ってます。でも最終的に、まあ、ここの弱点で、まあ、かなり露呈したのが、まあ、放電の承認戦で、まあ、スライドを飛んでこないことを承知で、まあ、こっちがスライドが、まあ、ショーしたり、まあ、することでも引くことなく、まあ、かなり脅威のある選手が何度も仕掛けてくることで、まあ、そこに対して修正しきれず、点差を離されてしまった。で、まあ、最後のイングランド戦では、まあ、あまり相手自身もディシプリンされてなくて、まあ、加減速や、まあ、切り返しをあまり使えない、まあ、走り切るようなワンワンを主体としていた、まあ、単調なオフェンスだったこともあったりして、まあ、裏に対する準備修正もある程度行ったこともあったので、まあ、ここは耐え忍ぶことができたんですけども、まあ、かなり選手の気迫というか、まあ、集中力に頼った部分も大きく、まあ、ワンワンだけで守るディフェンスっていうのは、まあ、何試合もある世界大会において、まあ、戦い抜く上で、まあ、かなり限界があるなと感じたのが、まあ、この試合結果の内容ですと。で、まあ、最後もう一回ここ戻ってきますけど、まあ、いろいろ取り組んできた中で、まあ、かなり効果的だった、まあ、実績として、まあ、成果上げられたなっていうのが、このキーハイライトのディベロップメントスクワットから取り組んできた、このワンワンと、まあ、ヘッジのところだと考えていますと。で、まあ、ベスト4との差というところで、私が感じた部分が、まあ、スライド&ローテーションが、まあ、の、まあ、連動が低いこと。で、スライドニアマンを使ったワンワンでの限定、オフボールでのスペースの潰し方予測っていうところが挙げられます。まず、スライド&ローテーションができなかったっていう話は何回もしましたけど、まあ、スライド&ローテーションをする上でも、ワンワンがスライドを飛ばしやすいような、限定の仕方をするということも大事で、これってのはこれまでワンワン一人で守れっていうことを言ってたこともあり、過去言ってきたこともあったことで、まあスライドあり、まあスライドも使った、周りを使ったような限定のかけ方まで、まあ、持ってけなかったかなと思ってる部分がありますと。で、最後これオフボールでのスペースの潰し方と予測って書いてあるんですけども、まあカナダ戦でスライド準備してるわけでもないのに、まあそこまで準備してる、ワンワンでやられてるわけでもないのに、インサイドでやられてしまうっていうのは、まあ、向こうのボールがどう動くかだったりとか、オフボールの選手がどこのスペースを、自分のトイメンの選手がどう使ってくるかっていうところの、予測だったりとか、スペースの埋め方ができてないというのをかなり実感しました。で、まあ、ここができてないと、結局スライドアンドローテーションをする上での、
ワンワンの、あ、スライド、オフボールの、寄せ方っていうのが、まあ、実現できないので、ここはかなり伸びしろがあると思いました。これらを実践する上で、一番大きく挙げられるのが経験の差だと思っていて、まず日本の中でやっていく上で、まあ、サイズが大きくフィジカルコンタクトの強度が高い選手との対峙する場面が少ないということと、まあ、その上でかつ選択肢が多いオフェンスと対峙する場面もさらに少ない。やっぱり、やはりここの特にオフボールでのスペースの潰し方予測だったりとかっていう、まあ、スライド&ローテーションっていうところで、まあ、かなり経験値に委ねられる部分があると思っていて、ここの経験の差っていうのを今後、まあ、ワンワンに今までずっと執着していたところからさらにステップアップする上で、ここの経験の差をどう埋めていくのかっていうのが、まあ、今後の課題になると考えています。で、まあ、ここをちょっと、駆け足で説明できればと思うんですけど、ワールドチャンピオンシップで、高いレベルの相手だけじゃなく、まあ、いろんな、レベル自体は低いかもしれないですけど、アメリカの、でのプロ選手だったりが指導に当たったりして、向こうでのお手本のような、指導を受けてるようなチームだったりを見た上で、まあ、感じたことが、ここに記載させていただいてます。まあ、スパイラーインアウトとマンワンスタイル化っていうのはさっきのスライドアンドローテーションにつながるんですけど、まあ、オフボールが収縮して出てくる動きと、ワンワンがスライドを飛ばさせるような限定の仕方をするというところと、まあ、スティックアウト、スキップはそのままなんでちょっと省きますけど、最後2つちょっとピックアップすると、キーマンへの対応っていうところで、特にこの世界大会で、大事になってくるなと感じたのが、やはり、ポゼッション数も少ない中で大量失点につながるっていう時ってのは、特定の選手に限られてると実感しました。まあ、我々の、法令の承認選手のランディ・スターツもそうですけど、選手もそうですけど、まあ、USA、決勝の USA、カナダ戦ではブレンダン・オニール選手が、かなり得点を重ねたりと、やはり、相手のキーマンに仕事をさせない。まあもちろん全選手うまいんで、他で得点の確率は上がってしまうかもしれないんですけど、一つの流れが大きく左右するような展開において、キーマンを抑えるってのことの重要性が今後大事になってくる。で、まあ合理の予測能力というところで、下にも例を挙げてますけど、まあ、これらの選手は、もうかなりクリティカルな合理との一対一になるようなフィールドを通されたところに対しても、すでにもうポジションに戻って、てるような、まあ、相手の球の流れの予測の能力がかなり高く、もちろん、ゴール常に止められるように構えておくっていうのも大事なんですけど、まあ、相手のポイント、まあ、捨てるところは捨ててポイントを絞るっていうのが、まあ、1点争う展開の中で、かなり求められる能力になってくるかなと思いました。で、最後、総評というところで全部出しますけど、ワンワンディフェンスにおいては、まあ、一定以上の成果が見られましたが、スライドアンドローテーションの、まあ、習熟度が、まあ、低い状態での勝負は限界ありました。で、まあ、これってのは、まあ、ワンワンで守ることに焦点を当てすぎたことによる弊害でもあるなと思いつつ、まあ、かといってスライドアンドローテーションだけを練習していると、ワンワンの能力が伸びきんない部分もあるので、ここの練習とのバランスというのが大事になってくると考えてますと。で、まあ、さっき申し上げた、経験の差というところが、まあ、かなり、普段練習する中では感じられない部分なので、ここの経験の差をどう練習で埋めていくかっていうのが、今後、目標としていたトップレベルと戦う上での、重要なポイントになってくると考えています。それでちょっと長くなってしまったんですけど、ディフェンス以上になります。ここからは、オフェンスの方、長谷川コーチの方にバトンパスできればと思います。オフェンスですね。はい、よろしくお願いします。アシスタントコーチの長谷川です。主にオフェンスをメインに見ていました。で、私の方からは、まあ、どんな戦術を使っていたかとか、まあ、どういった意識で、取り組んでいたかっていったところのお話をしていきたいと思います。で、最初に、全試合のデータのところをちょっと出しますが、基本的にはもう、鈴木ヘッドコーチがお話ししてくれたところがあるので、
自分からその細かくはお話ししませんが、まあ、唯一こう負けた試合といったところでは、シュート決定率のところですね、他の試合見ても、まあ、明らかに低かったと。で、実際、イングランド戦よりも、シュート本数ですね、自体は多かったんですけども、やっぱここが一つ大きな課題になっているのかなというふうには思っています。で、オフェンスに関しては、鈴木ヘッドコーチからもお話あった部分と、裏テーマのところで、一つこう革命的なオフェンスをしようというような、話があり、今まで、まあ、U22 からやってきて、DS 活動ですかね、やってきた延長線で、プラスアルファですね、こう見たことないオフェンスをやっていくっていうので、まあ、一つ挙げるとすれば、オフボールの部分ですね、ここをちょっとこう積極的に、取り入れた部分になっています。で、いろいろ細かくあるんですけども、今日お話しするのは、この赤枠の部分のセットアップオフェンスの部分と、エキストラマンオフェンスの部分をメインでお話しさせていただきます。特に、モーションオフェンスとかするにあたっての、ハーフフィールドでのセットオフェンスの中での重要視していた部分ですね、キーとなる部分ですけども、この赤字のところになります。ファイブレーンに関しては、フルフィールドオフェンスでも出てきてたと思います。フルフィールドオフェンス？フルフィールドか。のところでも話出てましたけども、5分割に、割って、エリアを見て、どのエリアでこうオフェンスしていくかっていうようなところの話です。で、その中で、ミドルを取る、この後細かくお話しますが、5レーンの3、真ん中の部分ですね、まあ、よく言われるクリースとか、そういった位置のところをしっかりこうオフェンスのところで取るといったところで、意識して取り組んでいました。で、あと、インサイドアウト、アウトサイドインということで、しっかり今の、まあ、ミドルを取る部分ですね、インサイドを取って、アウトで生かす。もしくは、アウトサイドをディフェンス引っ張って、インサイドを使っていくっていうようなところの意識を持って、オフェンスをしてました。で、先ほど言ったようにオフボールですね、ここの意識で、ずっとこう、まあ、最近ですともペアーズとかが当たり前のように大学チームでもクラブチームでもやっているかと思いますけども、そこに対してプラスこのスリーマンゲームですね、オンボールでもそうですしオフボールの部分も含めて、まあ、ここを強化しましたけども、まあ、完璧にこうスリーマンゲームがうまくはまってできましたっていうシーンは少なかったかもしれないんですけども、取り組みとしては、新しい部分として、やっていたところになります。実際にファイブレーンっていうのは、まあ、イメージとしては、こういう縦に、レーンを作って、どのエリアに選手を配置をしてですね、どこが一番優位に取れてるか。で、その、この特に3のエリアですね。このエリアをいかに取っていくかっていうのが、このミドルを取るという意識です。もちろん1対1で、このミドルを取るのもそうですし、ディフェンスを剥がして、このインサイド、オフボールで取っていくっていうのもあるので、このミドル、一番オフェンス、の確率の高いところですね。このエリアをいかに取ろうということで、この5レーンとミドルを取る、この3の部分ですね。っていうのを意識して行いました。ちょっと動画があるので、見ていただければと。Who actually moved to British Columbia to work on his lacrosse game in the box? Discipline. Suzuki feeding the skip pass up top. Now Kanaya squares up to dodge. Gets the middle. Kanaya scores! こういうような形で、ミドルオンボールで取るというのも一つありますし。They're forcing some bad passes. They're coming up with some saves, getting it out of the defensive end, getting some time offensively, all very important as they progress their play. What a move by Suzuki setting up to take. ミドルを取りながら、オフボールしっかりこっちで絡んでですね、最終的にはインサイドのパスで立石選手が点を取るというような、まあ、3の位置ですね、をしっかり取っていくっていったところで、オフェンスは意識してやっていました。They're forcing. で、インサイドアウト、
アウトサイドインっていうのは、この後動画でも見せますが、今お話ししたような3のエリアをしっかり1対1取っていって、ここのディフェンスを剥がす、インサイドのスペースを作って、そこに対してアウトサイドを取るといったところです。で、まあ、これで、まあ、シュートで完結することもできますし、さらにディフェンスを反応させて、そこからアウトからまたさらにインサイドを取りに行くっていうのもできるので、こういった繰り返しをして、いかに確率の高いところで、オフェンスをしていくと、点を取りに行くっていったところを意識してやってました。まあ、これで言えば、インサイドからアウト取って、またさらに奥村選手インサイド取って、ディフェンス4枚引っ張って、ちょっと見えてないですけど、金谷選手がいますが、金谷選手にアウト、パスを出して、さらにそこからアウトアウトで、梅原選手。で、ちょっと最後はいい形で点は取れてないんですけども、箱崎選手がインサイド取っていれば、アウトからインで、いい形で点取れたかもしれないですし、このディフェンスが反応してれば、鈴木選手がインサイドで点取れたりっていうようなことが、まあ、できるのかなっていうので、まずこういった繰り返しで、いかに確率の高いところを取りに行くかというような、まあ、オフェンスになります。Suzuki. Around the corner, Okamura forcing to the middle. One more pass, Kanaya. 5 seconds. Umehara extra pass. 最後ここがうまく取れていれば勝ったかなというところですね。で、ちょっとまあパスとかもちょっとこう山なりなパスが多くて、一個一個のプレーがちょっと遅れてますけども、まあこの辺のパススキルっていうのもやっぱ重要なところなのかなというふうに思います。Japan has really accomplished that as a developing lacrosse country in a way that not a lot of other teams have quite gotten there yet. You know, they bring in other colleges throughout the NCAA in the summertime. So they do want to play against the best because they feel that's what's going to help make them the best as well.Potential scoring chance for Tateishi there, but he. こういうような感じ。まあちょっと最後まで言ってないですけども、今みたいにインサイド取ったり、そこからさらにアウトサイドまた取ってっていう繰り返しの。Boy, but the way they've defended has really been a revelation. A lot of athleticism in their short stick defensive midfield. Great stick skills between Jacob Pastino and Ron John.Swinging it around. Okamura needs one more pass. Now it's Tateishi. 今のも、まあ、同じような動画ですね。で、もう一つですね、オフボールの部分、ここは一つ強化したポイントになるんですけども、まあ、どこのチームもこうオフボールで、しっかり動いてみたいな話をよくされてるかと思うんですが、オフボールに関しては、特にこうバスケットとかなんかは、もう用語があるので、我々もちょっとそこの部分を引用してですね、言葉を一個一個ちゃんと理解して、オフボールのところは、ただ単純にここカットしようよではなくて、どういったカットをしていくのかっていったところを意識して、取り組んでた部分になります。まあ一人でオフボールで動く部分もあれば、二人絡んでのオフボールの部分とかもあった。かと思います。まあ、こういったところを練習のところで意識して、でかつモーションフェンスとかに取り入れてというようなことをやっていました。なので3人でオフボールのところで絡む、もしくはオンボールのところで絡むといったところも取り組みの一つとして挙げてましたので、まあ、このオフボールとまあスリーマンゲームのところっていうのは、まあ、同じリンクするところはあったかと思います。でその中で結構モーションのところでよく使われてたのが、このスタガースクリーンって言ってですね、ダブルピックのような形でうまくここを絡ませて、インサイド取ったりとか、アウトサイド取ったりっていうようなものをうまくモーションに取り入れながらやっていました。で、モーションオフェンスですけども、いろいろあります。まあ、ペアーズなんかはもう当たり前のように皆さん知っているところかと思いますが、それ以外には、スリーマンゲームとツーマンゲームを組み合わせたアトラスであったり、ハイウィングからの逆サイドのツーマンゲームを使うバージニアっていうもの、あとは裏からの起点のデューシーズ、ウィップっていうのがあります。あと、まあ、ハングマンもそうですね。インバートもそうです。であと、セットプレイというので、ここも少し細かく伝えをさせていただきます。
で、各モーションオフェンスに関しては、各選手にリーダーを作ってですね、そのリーダーを中心にいろいろ修正をかけながらやっていました。まあ、ペアーズに関しては、特別ここに対して何か説明をするということはないかと思うんですけども、まあ、ツーマン、の部分を3ペア作るというようなところです。まあ、奥村選手と森松選手、まあ、カナダでもプレーをしている選手なので、まあ、ボックスラクロスとかも経験があるので、その選手をリーダーに置いて、ここのところは意識してみました。で、まあ、特にこのペアーズを代表オフェンスのベースにはしてなくて、まあ、オフェンスがちょっとこう、なんていうんですかね、インサイド使いすぎてちっちゃくなってたりとか、あまり他のモーションオフェンスで、得点が取れてないって言った時に、まあ、ちょっと落ち着かせたりとか、時間かけたりっていうので、ペアーズを使うケースの方が多かったかなというふうに思います。どちらかというと、このアトラスの方が、代表のオフェンスのベースとして、やっていました。まあ、この右でも左でもいいんですけども、2枚と3枚っていうようなペアを作って、で、あとスイングする裏に1人ですね、置く形になります。まあ、先ほど動画でもあったような金谷選手とかですね、フィードが上手な梅原選手とかをリーダーに置いて、取り入れました。で、本当は他にもアンブレラっていうようなモーションオフェンスがあったんですけども、それはもうこのアトラスっていうのに集約して、まあ、ワンフォーワン的なオフェンス、マンボーオフェンスとかですね、こういったものも取り入れて、アトラスに集約してます。特にこのオフボール3枚でのオフボールプレイっていうのが結構キーになってくるものですし、最初にお話ししたように、この真ん中のスペースですね、ミドルを取りに行くっていうのが、よりオフボールでもオンボールでもできるっていうので、これをベースに、代表オフェンスは活動してました。動画としては、いいですかね。右側での2枚ですね、これは。で、左で3枚。最終的に3のエリアですね。ここで点を取るというような流れです。でこれは、まあ、練習動画ですけども、まあ、さっき少し話したマンボウって言って、まあ、オフェンス1対1の部分とオフボール2枚2枚で絡むんですけども、まあ、それのちょっと変形で、ポジションです。結構ポジションを左側、右側って分けて選手たちを配置してましたけども、左の選手が右を取って、右の選手が左を取るっていうようなものです。あまりちょっと結果的には試合でこれができたっていうのはないんですけども、たまたま練習でいい動画があったので、お見せしようかなと思います。というようなプレーですね。オフボールのところで動かして、まあもちろん、オンボールの選手も3の1しっかり取りに行きながらって言ったところの選択になります。であと、デューシーズ、ウィップっていう、裏でのオフェンスです。まあ基本的にはレーザーピックでのオンボールとインサイド2枚と外側ですね、アウトサイドが2枚というようなものなんですが、デューシーズに関しては、このインサイドの選手が、このオンボールに対して、ダイブカットを入れて顔出しをする。で、外側のオフボールの人間が、まあ、フェードなどして、ちょっとこうスペース、いい位置を取るっていうようなものです。で、ウィップに関しては、この逆サイドを取るんではなくて、そのまま縦に、こっちのエリアを取りに行くっていうようなものです。で、また、途中で、選手たちの中で一つできたのが、インサイド1枚にして、これですね、3-1-2っていう、外がインサイドから一回外出て、上を3枚にして、中1枚にする。で、やり方としては、外側からダイブカットを入れて、
で、インサイドの選手が顔を出してっていうようなプレーなので、ちょっとそれに近い、動画があったので、それは見てもらおうかなと思います。これがまあ、普通のユーシーズですね。With one another off ball, setting some picks, trying to create some mismatches defensively. インサイドの中ですね。だいぶカット入れて、外側のところで。で、これが外を3枚にしたシーンですね。インサイド1枚、立って1選手だけにして、外から鈴木選手が大きくカット入ってきて、立て1選手で点を取るというようなシーンです。で、次が、バージニアというモーションオフェンスですね、ハイウィングでのツーマンと逆サイドでのツーマン、まあ、もしくはこのバージニアに関しては、いろんなモーションにつなげられたので、まあ、本当に入りのモーションオフェンスとしてはしやすいものでした。ここはやっぱりスピード乗って、オフェンスできる鈴木選手とか後藤選手とかですね、この選手たちをリーダーに置いてやってました。なので、まあ、フライからのそのままの流れでツーマン、ハイウィングでツーマンやって、ミドルを取り入って、まあ、そのまま点取れればそれでおしまいですし、逆サイドのオフボールを使って、オフボールの方で点を取るとか、もしくはもうその流れでですね、アトラスに移行したりとか、ペアーズに移行したりっていうので、活動を、やってました。で、あとはバージニア、この下のはバージニアウィップっていうもので、内側ミドルを取るというよりかは、外側の方を取りに行って、それに対してスラムピックを入れてやるっていうものがあったので、それも動画であるので見てもらえればと思います。これが一応バージニアウィップというもので、下にボールさばいてスラム入れて、逆サイドでオフボール絡んで、まあ、中は使えなくて結果外でしたけども、もうそういうような動画です。というようなですね。あと、インバートとハングマンですね。ここは、デュースとかと同じようにインサイドの上手な選手たちをリーダーに置いてました。で、ここでもいろんなオフボールができるということで、エレベータースクリーンとかですね、2枚でディフェンスを潰していって、その間を取るようなものだったりとか、マンボウの形を裏でやるっていうようなものをしてました。で、一番大事にしてたのは、このミラーでしっかりと、インサイドから入ってきた選手のこの部分をしっかり取る、裏の部分をサイド取るっていったところを意識して、必ずミラーの選手を置くっていうことは意識してやってました。で、ハングマンに関しては、外側にバーって広がるのではなくて、中、縦ですね、3のエリアで縦でオフェンスがオフボールで絡みながら点を取りに行くというもので、こちらも動画があるので、見てもらえればと思います。これ多分、インバートで、ミラーの動き取りながら、小花選手が点取るやつですね。この時上の選手たちも結構オフボールでは絡んでるような状況です。Shot selection, not necessarily what they're doing, their movement offensively. Their defense is hung up. It's Okamura behind the net. 外側作らないで中でみんなこう動いて。いいよね。なるんですね。で、セットプレイに関しては、もう完全にこう形を変えたセットプレーというよりかは、モーションオフェンスの中で、その流れで、決めプレーをするっていうようなもので、いくつかやっていました。なので、まあ、この名前にあるように V であれば、バージニアからのセットプレーであったり、I はインバートですね。で、A がアトラス。で、B はちょっと特殊なものですけども、そういうもので、まあ、I が一番簡単ではあったので、まあ、その動画を見てもらえる。
裏のインバートに対して、しっかりかけないで外に一回流してる間に、インサイドから一個入れて、点を取るというようなものです。実際に、大会でもやりましたけども、まあ点取れず、チェイス取られちゃってるんですけども、同じようなものがあります。ちょっと張られたので、臨機にトップにボールを叩いてますけども、小原選手がピット入って、それ以外にも、まあ、ダブル想定であったりとか、ストーリングっていったところでは、ある程度決めて、やっていました。この辺はちょっと省略したいと思います。で最後はエキストラマンオフェンスですけども、基本的には 1-3-2 という形で、いろんなプレイをするっていうようなものでやってました。1-4-1 とか、2-3-1 とか他のもやりたかったですけども、まあ、そこまで時間をかける必要はないかなというので、1-3-2-1 本に絞って、その中でのシックスマンフィット、ホイールだったりとか、フォーマーは結局やんなかったですけども、スリーマン、ツーマン、まあ、ツイストって呼んでましたけども、この辺を中心にやってました。でいろいろありまして、まあ、特に、意識してもらったのが、奥村選手をハイクリスに置くっていうようなところを中心に、やってました。特に、金谷選手、立石選手の外が、強い選手がいたので、その選手に対してディフェンスが必ず反応していくので、インサイドの選手を下に下ろしてしまうともったいないので、高い位置に置いとくことで、ディフェンスがそこから離れてくれれば、もう奥村選手が空きますし、奥村選手にディフェンスが集中してもらえれば、上での勝負ができるというところです。基本的にはこの6つがベースにやってまして、で、この0というのが、まあ、唯一1-3-2から1-4-1に移行するものですけども、最終的にはまた1-3-2に戻ってきて、ハイクリスからカットに入れるようなセットプレイになります。こちらも動画があるので、見てもらえればと思います。これが、横でのツイストをして、金谷、立石で、ハイクリスの奥村なんですけども、まあ、パス出して、これが最初の連弾戦の1点目だったので、これがもう決まったので、正直、何やっても多分点取れるなっていう状況だったと思います。この後が、同じようなところなんですけども、先ほど奥村選手にパス1回出てるので、ここにやっぱり集中するので、金谷選手が外から打って決まるというようなものです。あとはスリーマンですね。左側での3枚、クリスを外に出して回る。ここでのツイストと、こっちのスリーマンですね。セーブされましたけども、こういうようなものがあります。でこれが、6だったと思います。立石選手からずらしていって、1枚ずつディフェンスを剥がして、クリスから最後出て、立石選手が最後、インサイドを取るようになります。Getting equipment to people. He's kind of the Denmark general manager and has been for the last 20 years. And player development manager, you could say. Off the cut inside, Tate Ishii. で、これが0ですね。1-3-2から1-4-1に持ってってっていう。まあ、ちょっと、小花選手がもう少しハイクリスに行ってほしかったんですけども。雰囲気は出てるかなと思います。というようなエキストラのディフェンスをしてました。まあ、全体としてですね、最後評価、まあ、課題っていうところを出してますけども、まあ、個々のフィジカル面っていうのは、まあ、
今までの代表の選手たちからしてみれば、随分とフィジカル面での勝負っていうのはできたんじゃないかなというふうに思ってますし、アウトサイドのシュートっていうのも、明らかに、レンジが随分伸びたので、ここも評価できるポイントだったかなと思います。で、オフボールに関してはまだまだやれることはいっぱいあるんですけども、まずは、評価できる部分はあったというふうには思ってますので、まあ、ここは、最初の活動に比べれば、十分に向上できたかなと思います。あと、まあ、選択と判断といったところも、まあ、結構ゾーン、ディフェンス組まれることが結構多かったので、まあ、そこでの判断、どういったところが開くのか、どういうふうに動けば開くのかといったところでは、まあ、試合中に結構こう成長できた部分でもあったのかなというふうには思っています。で、課題に関しては、やっぱりそのフィジカル面、確かに強化はしてますけども、やっぱりこう4強とずっと試合を連戦したわけではないので、まあ、その辺が実際はどこまで通用するのかなというのはあるんじゃないかなと思います。あと、まあ、インサイドのシュート力ですね。結構、プール戦でも入らないシーンが結構多かったので、ここはまだまだ、必要なところかなと思っています。あと、ツーマンゲームもスリーマンゲームもですね、今までやってきてなかった部分がやれるようにはなってますけども、まだできることは多々あると思いますので、この辺は、まあ、今後、ボックスラクロスとかもですね、取り入れてって言ったところで、できるんじゃないかなというふうに思っています。オフェンスは以上になります。はい。コーチの皆さんありがとうございました。そうしましたら、鈴木ヘッドコーチ何か最後まとめみたいなのあります？大丈夫ですか？大丈夫です。はい。ちょっと人数多かったらブレイクアウトしようかなと思ったんですが、そんなに多くはないので、全体で、このまま質疑だとか、もし何か議論したいトピックが皆さんの参加者の方からあれば、ぜひ質問いただいて、それをベースにみんなで答えるという形にしたいと思います。はい。参加者の皆さんで今日の内容について何かコーチに質問したりだとか、あるいは今、大島選手や、柳井選手も来ているので、選手に対して聞きたいことがあれば、ぜひお願いできればと思います。いかがでしょうか？特にない感じですかね。あ、チャットできてますね。ありがとうございます。中村さん、NLL、NCA、PLL がありますが、どんな試合に注目して戦術を見る予定でしょうか。じゃあ、どうしましょう。OD それぞれ何かありますか。私から話しますか。はい。お願いします。あ、まあ。自分自身あまりボックスの試合は見てないんですけど、まあ、どんな試合に注目してってなると難しいんですけど、たくさんいろんな試合を見て学ばせてもらいたいなと、学んでいきたいなと思っています。なんか特定の試合動向っていうのはあんま考えてないです。オフェンス、自分もそうですね。特別、どんな試合、まあ、どちらかというと、NLL とかのボックス、さっきの課題にもありましたけども、狭いエリアでの選択判断っていうのが課題としてあるので、NLL なんかはそこから導き出せるものがあるんじゃないかなと思うので、まあ、NLL の試合は結構注力。まあ、実際に代表でも NLL の試合とかも見せて、やったりもしてたので、その辺は継続して注目していくかなとは思います。ありがとうございます。有働さん、もし何かこの辺あります？気になってる試合とか。そうですね。
個人能力のところは、オフェンスもディフェンスもやっぱり NLL を見ないといけないだろうなとは思ってますけど、これ PLL がショットクロックを32秒にするという噂を聞いたので、それが戦術的にはなんか、結構大きなインパクトありそうだなとは思っていて、それは見とかなきゃいけないかなと思ってますけどね。はい、そんな感じです。はい、ありがとうございます。他いかがでしょう？チャットでもマイクオンにして聞いていただいても大丈夫です。あ、すいません、いいでしょうか。はい。あ、石川です。オフェンスについて、長谷川コーチに伺いたいんですけども、説明を伺ってて、まあ、かなりスキームというか、モーションオフェンスで、カチッと決めてる形も多くて、まあ、そのバリエーションの大きさが、まあ、実際試合見ていても、自分も感じたんですけども、そういったなんかこう、モーションオフェンスで、オフェンスを始めてから、まあ、その形の中で、点を取り切れることが多かったのか、それともその、まあ、モーションオフェンスが一旦こう、シュートまでいけなかったとかって時に、まあ、そこからこう、選手のアドリブが多いオフェンスに移行したのかとかっていうようなお話を伺いたくて。一応もうやる。はい。あ、すいません。はい。あ、その、モーションオフェンス以外、なんていうのかな、アドリブになったら、もう一回組み直すみたいなイメージでやってはいたんですかね。基本的には、試合ごとにこのモーションで行くよっていうのは決めてはやってたので、はい。あと、まあ、説明の中でもあったんですが、バージニアとかはもう、ほぼフライ、入りをもうバージニアに決めちゃってたので、基本的にはもうペアーズか、アトラスか、で、まあ、ボールが裏に行けば、まあ、インバーとか、デューシーズかっていうようなとこぐらいでしかこう決めてなかったので、基本的にはこの試合はペアーズで行くよとか、はい、トラスで行くよっていうのをやって、で、うまくはまってなければ、タイムアウトとかのところで変えるような形でやってたりはしました。なので、アドリブ、まあ、その中でのまあアドリブでやってたのはまああるとは思うんですけども、ある程度はモーションをベースにやってたって感じですかね。ただ結構ゾーンが多かったんで、意外とモーションオフェンスでっていうのもほとんどアトラスやって、ダメならもうペアーズ、表は、裏は基本デューシーズぐらいだったんじゃないかなと思うんですね。なんかその、モーションオフェンスする中で、連続性が、なんていうんですかね、途切れてきて困るみたいなのは、例えば国内の練習も含めて、あったりしたんですか？その、なかなかシュートまでいけなくなって、こそれ僕が補足します。はい、お願いします。今回の代表は、それをしたくなかったんですね。その、もう、石川さんが言っているモーションオフェンスっていうのは、まあ、動き方がある程度スキーム、まあ、決まってて、で、狙いどころがいくつかあるんだけど、まあ、一周回った時にシュート打てなかったら、次の2周目どうすんのっていう、これでもう一回やるのっていう。ことになりがちっていうことでしょ。はい。で、その、さっき、佐藤コーチから、その、ディベロップメントスカウトの話とかありましたけど、そのディベロップメントスカウトの、アメリカ遠征の時に、いわゆるアンブレラですよね。アンブレラのモーションオフェンスで、かなり効率的に点を取ったんですけど、前半。相手が、そのディフェンスを変えてきて、たらその止まっちゃったんですね、得点がね。で、それは、つまり、一つの、パターンで、複数の選択肢があれば、その効率よく点取れる時間帯は作れるんだけども、その深みがないというかですね、相手が修正したときに手詰まりになるという経験があったので、今回のディフェンス、オフェンスでやりたかったのは、そうならないことです。だから、
長谷川コーチが、モーションオフェンスって言っているんだけども、いわゆるモーションオフェンスっていうのに、当てはまるのは、バージニアっていうパターンと、デュースイズはそうかなと思いますけど、だけど、いろんなものが、アンブレラも含めて、アトラスに集約されていきましたっていう説明があったと思うんですけど、つまりアトラスっていう一つのスキームの中で、アンブレラとかですね、でやったようなパターンが自然に発動するようになっていたというふうに考えてください。で、なんでそういうことが言えたかっていうのはちょっとわからないんだけど、ただ、あまり、2年目というのかな、今回の代表活動2年間ありましたけど、1年目に、モーションのスキームをしっかり、反復的にやっていて、2年目は、そういう言い方をあまりしてなくて、むしろ、ファイブレーンとインサイドアウト、アウサイドインっていう言い方で、連続性が途切れないっていうことを、どのスキームを使っても、目指すということをやってました。わかりますかね。なので、エキストラワンオフェンスの例をいくつか出してくれましたけど、あれがまさにアウトサイドイン、インサイドアウト、アウトサイドインですよね。で、あれはだから、あれも、つまり、すべて、オフェンスのすべての局面で、ベースになるプレーモデルっていう言い方をしてもいいかもしれないけど、を作りたくて、それがワイブレーンであり、インサイドアウト、アウサイドインだったっていうことだと思ってください。なので、すごく応用が効くんですね。うん。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他、ある方いらっしゃいますか？はい。じゃあ、そんなところですかね。もし、この後終わった後で何か気になることあれば遠慮なく、代表の SNS の方でもいいですし、個別に連絡先知ってれば、ぜひお尋ねいただければと思います。はい。じゃあ、それでは、第3回、以上となります。すべての回参加いただいた方も、約2ヶ月半ぐらいですかね、にわたって、ご参加ありがとうございます。ぜひ、この内容は、継続的にコミュニティに還元していきたいと思ってますので、ぜひ参加した皆さんも、機会あれば、こういった内容を皆さん周りにシェアいただければというふうに思っています。はい。それでは本日ありがとうございました。ご退出いただいて、結構です。